Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, dear. 自分。Happy birthday to me. はい、ケント店長でーす。はい、どうも、ケント店長でございます。ね、はい。こんなね、三角帽、パーティーの象徴でございますね。パーティーの象徴の三角帽をかぶってね、登場でございますけどね。はい。何を隠そうですね。私、本日がですね、20代最後のですね、誕生日です。誕生日なんです。はい。今ね、11時、2分、11時2分ですね。現時刻、夜の午後11時2分でございます。はい。誕生日にですね、私一人でございます。こんなね、顔色の悪いですね、マスクをかぶってですね、何年か前に使った三角帽をですね、引っ張り出してきてですね、一人でですね、誕生日の夜を、終えようとしております。はい。ピースですね。はい。裏ピースですね。はい。裏ピースこっちですね。はい。ね。はい。久しぶりなんですね。こう、誕生日にですね、誰かといないっていうかですね。まあ、さっきまでちょっとまあ、友達っていうかですね。1時間ぐらい前までちょっとまあ、友達っていうか、まあ、元カノとね、昔付き合ってた、こと一緒にいたんですけども、まあ、祝ってくれて、軽く、祝ってくれたんですけど、まあ、あくまでも元カノなので、もう今、自分の生活がですね、あるのでね、まあ、帰ってしまいまして、まあ、本当にありがたかったんですけども、結局、日付変更する時点ではね、一人を、一人でですね、迎えなきゃいけないみたいですね。はい。日付変更するまでちょっと一緒にいたかったんですけどね、一人になってしまいました。はい。なので、ちょっと最近ちょっとですね、動画のですね、視聴者様ですね、視聴者様にですね、ちょっと寂しさをですね、埋めていただいているのでですね、今回もちょっと誕生日もですね、ちょっとお力をお借りしようと思いまして、動画をちょっと、まあ、撮ろうと思った次第であります。はい。誕生日ですね。寂しいので、ね。みんなの前にですね、ちょっと登場しようと思いました。はい。こんなね、マスクをかぶってですね。なんで誕生日にマスクをかぶるかってね、やっぱね、マスク好きなんでね、そう。もう俺のアイデンティティなんじゃないかと。このマスクっていうか、かぶり物。顔を隠すってことは。うん。顔を隠すことでなんかね、言えないことも、普段言えないことも言えるようになるんですね。はい。臆病なんですね。健太店長は。ウィンク、ウィンク。はい。ちょっとね、かなりお酒が入ってるので、ちょっとヘベレケですけども。はい。はい。まあちょっともう三角帽はいいんで、普通のハットをかぶりましょうか。ね。んでね、今日ね、誕生日なんですけどね、情けない話っていうかね、すげえ恥ずかしい話をね、ちょっと誕生日に話そうかなと思いまして、これ本当に情けない話なんで、あんま話したくないんですけど、まあ、ちょっとせっかくなんでね、誕生日にちょっとまあ笑ってもらえたらいいなと思って、ね、ちょっと話そうと思います。せっかくね、一人なんで。ね、話そうかな。恥ずかしい話を。恥ずかしい話っていうか、ちょっと情けない話。男として、お前は失格だとね、言いたくなるようなね、クソな話なんですけども。まあ、高校生の時ですね、16ぐらいから付き合って、長い彼女がいたんですね、1年半ぐらい。1年か。1年記念日に浮気されたっていうか、浮気を告げられて、まあその後、なんだかんだ一緒に結局行って1年半ぐらい一緒にいたんですけど、まあ最終的に振られたけどね。で、その子の話なんだけど、付き合って、まあちょっとしてから、俺の誕生日があったんですね。まあ半年ぐらいしてからかな、付き合ったのが。入学して4月に付き合って、誕生日が9月だから、まあ5ヶ月ぐらいか。5ヶ月ぐらいして、俺の誕生日が来たわけですね。で、結構高校っていうか、まあ、俺が付き合った俺が言うとなんか自慢みたいに嫌なんだけど、美人だったんですよ、本当に。誰が見ても可愛いなっていうか、綺麗だなって思うような顔してる、スタイルも良かったし、顔も可愛かったし、っていう子だったんですね、本当に。
で、まあ、なんでそれと付き合ったかっていうと、まあ、本当先手必勝で、まあ、他の人に、ね、唾つけられる前に、まあ、本当に、ハヤテのごとく、まあ、恋愛は短期合戦だというわけで、速攻で手つけて、まあ、ライバルが先にただ目つけただけっていう、多分、だけで付き合えたんでしょうけど、ラッキーでしたね。はい。で、まあ、続いちゃって、で、まあ、5ヶ月ぐらいに誕生日が来て、で、まあ、とにかく可愛かったんですよ。とにかくモテたの。もう、ほんと、年上からモテたし、年下からモテたし、タメからモテたし、とにかくライバルが多かったんですね。その、当時付き合った彼女はね。で、俺は必死だったんですよ。その子と一緒にいることにね。で、自分に自信もそんななかったし、あったのかもしれんけど、この子とは確か俺は釣り合ってないなっていうふうに思っちゃってたわけ。だから結構常にね、そのライバルの恐怖に怯えてたんですよ。っていうのもあってですね、浮気の恐怖にですね、常に怯えてたんですね。はい。で、普段ね、その時まだ LINE とかなくて、E メールが主流だったんですね。C メール、E メールが主流だった時代だったんですけども、着信メロディーというか、その E メールの着信音を分けてたんですね。結構流行ってたんですよ。その、彼氏はこの音。で、ある友達の仲いいグループはこの音。で、まあ、あんま仲良くないけど、知り合いはこの音とかね、迷惑メールはこの音みたいな感じで、結構その着信音を分けるっていうのが、まあ、ポピュラーだったというか、一般的だったんですね。その若い人たちの中で。彼氏だけはこの着信音、みたいな、その、なんか、そういう恋愛系のね、めっちゃ好きやれ、みたいな感じの、歌の音、やつを彼氏の着信音にするとかね。で、やってたのね。で、実際その俺の元からもそういう風にしてて、俺の着信音と、まあ、E メールの音はこれって、特定のこれにしてあって、で、仲がいい友達はこれみたいなね。で、その他の友達はこれみたいな。で、お父さんお母さんはこれみたいな感じで、いろいろ分けてたんですね。で、それ俺も知ってたの。で、よく話してて、もうほんと365日あったら、360日は一緒にいたぐらいの頻度で一緒に会ってたから、もう本当に一緒にいてね、心のっていうか、もう体の一部みたいな存在だったわけですね。だからもう、よくその一緒にいた時も、その着信とか来てて、あ、この音、今なんかこういうメンバーの音はこれにしてるんだとか、家族のね、お母さんとかお父さんの音はこれにしてるんだとかね、そういう話をよくしてたんですね。で、健太からの着信とか、E メールはこれにしてるんだみたいな話をしてて、で、俺もそれを全部把握してたわけですね。だから一緒にいる時に、まあ、こういう音が鳴ったら、あ、誰々ちゃんたちだなとか、俺も分かってたの。で、こういう音が鳴ったら、あ、お母さんからメール来たんだなっていうのを分かってたわけですね。でね、ある時、俺の誕生日の1ヶ月ぐらい前に、知らないね、初めて聞いた着信音が鳴ったんですね。で、まあ、その時一緒にベッドでゴロゴロしてて、今でもすげえ覚えてるんだけど、あれ、その、いつもと違う音だね。それ誰？ってか、それ何の音？って、なんとなしに聞いたんですよ。そしたら、え？ああ、うん。ああ、みたいな感じなんですよね。もうすごいぎこちない感じの返答が入ってきて、え？って、何何何？何それ？って、なんか変えたの？誰かの、誰かっていうか、どっかのメンバーのグループの、着信音変えたんだ。つったら、いや、まあ、そうじゃないんだけど、ああ、まあまあまあ、別にまあ気にしないでって言うんですよ。めっちゃ怪しい感じで答えてくるんですね。だから、え、何何何それ？っつって、何それ誰なの？つったら、いやいや、今は言えないって言うんですよ。ちょっと今は言えないんだよねっていうの。でも浮気とか、そういう男関係じゃないから、それは信じてって言うんですよ。ちょっと待って、その言い方おかしくないっす？なんかそれ言って今は言えないって言われちゃうと、ごめん、ちょっと疑うわけじゃないっていうか、疑っちゃうなっていう感じで、俺はね、自分、ちょっと情けないんですけど、まあ、自分に自信もなかったからね、疑ってしまったんですね。はい。本当恥ずかしい話なんですけども、その彼女を信じれなかったっていうね、自分が本当恨めしいんですけど、今考えると。でも疑ってしまったんですよ。え、それ何の着信音？誰なの？って。俺以外なんか特別な人でもいるんかい？っていう感じのスタンスでね、疑ってしまうんですよね。いや、違うんだけど、ね、今は言えないんだ。とにかく今は言えないんだと。とにかくでも私を信じてくれっていうわけですね。それ元カノが。ちょっと待ってよ、それおかしいよ、それ。つって、なんか、言えないっておかしいじゃん。っていう話になって、いや、でもとにかく信じてくれと。それの一点張りなんですよ。って、その日はそれで終わったんですけど、でも次の日また一緒に行った時に、またその着信音が鳴ったわけですね。で、それ誰？って言ったら、いや、今は本当にとにかく言えないんだと。ただ、私を信じてくれと、浮気とかじゃないんだけど、とにかくその、この着信音は誰かっていうのは言えないんだって言うんですよ。いや、それちょっと怪しいで、それはさすがにちょっと俺も、つって、いや、疑いたくないけど、ちょっとそれ疑わざるを得なくなっちゃう、そうやって言われたらっていうふうに、言ってしまったんですね。まあ、恥ずかしいっていうか、本当小心者なんですけど、本当に何にもやましいことないから、お願いだから信じてくれって言われてるのに、俺は本当にダサいから、
いや、ごめん、本当に、なんか、信じれないじゃないけど、ちょっとごめん、本当に気になってしょうがないから、本当に別に浮気だとしても、正直、俺何も言わないっていうか、怒んないから、教えてくれっていうふうに、彼女に迫ったわけですね。いや、ごめん、本当に教えられないんだっていうふうに、それでも言うわけですよ。そうなってくると、やっぱその時って、お互い、本当に、もう若かったらね、17、8で、6、7、16、7で若くて、本当にもう、青い時代だったから、お互い嘘はない関係みたいな感じの、あれだったんですね。本当に若いんだけど、そんな関係無理かもしれないんだけど、俺に嘘をつくのかと、俺は言ってしまったわけですよ。俺はこんなにね、嘘も何も包み隠さず全部嘘なんてついたことないのに、お前は隠し事すんだかと。そういうね、嘘とかつくのはやめようっていうか、もう隠し事なしにしようっていうふうに言ったじゃないかって、最初に、そういう約束で付き合ったじゃないかっていうふうに俺は言ってしまったんですよ。したら本当に何にもないから本当に信じてくれって言うんだけど、いや俺それはちょっとごめん、そこまで言われたら逆に信じれないわっつって、なんだと俺の誕生日の前にそんななんか開墾っていうか、そのね、そういうモヤモヤ残すようなことをするのってなんかおかしいよっていうふうにね、もう言ってしまったんですね、当時の俺はね。本当に大体なんで誕生日にこんな話してんですかね、俺はね。まあそれは置いといて、そういうふうに問い詰めてしまったんですね。でこれを逆に、それもう言わないんだったらもう別れるよと、俺は。これ聞いててムカつく人いっぱいいるだろうけど、言ったんです、俺は。本当言っちゃったんですよ。それをもう誰が言えないんだったら、俺は別れると。お前がもう信用できないから、隠し事するような関係は嫌だから、俺は別れるよっていうふうに言ったんですね。本当は別れられないくせにさ、もう、体の一部みたいになっちゃっててさ、切っても切れない関係なくせに、そういうふうにね、葉っぱかけたっていうか、まあそういうふうに、なんか、意気がっていったわけですね。したら泣き始めちゃって、彼女が、本当に信じてーって、うーって泣くんすよ、声を上げて。それでも、もうそこまで泣くのってもう怪しいなって思っちゃったんですよ、本当に。俺は信じてやりゃいいのにさ、信じてくれってさ、頼んでんだから信じてやりゃいいのにさ。いや、そんな泣くなんておかしいよなんてさ、そんなに言えないことなのかよって言ったらさ、じゃあ分かったよって、って見せられたんですよ、メールを。そしたらね、メールを見せてもらったのね。もう本当にじゃあ分かったよ、つって見せてくれたメールがね、もうね、もう本当これ人生においてすげえ後悔してんだけど、俺のね、誕生日プレゼントのお財布を通販っていうかなんかで探しててくれたみたいで、それの、購入のメールだったわけですね。これ、俺めちゃかっこ悪いっていうか、もうカスですよね、男の。もうそれ見た瞬間にさ、もう俺はなんてカスなんていうか、もうクズなんだと思って、もう本当にあれはね、人生においてめちゃくちゃ後悔してる。本当2、3番、いや、それは大げさだな。5本の指ぐらいに入るぐらい後悔してるね。こんなかっこ悪いことはないよね、俺。こんな情けないことじゃないっていうか、こんな男として恥ずべきことはないね。好きな女一人ね、信じてやれないで、問い詰めて、最終的にね、自分の誕生日プレゼントを買ってくれるね。買ってくれてた業者とのメールのやり取りだったっていうね。そんな、お前クソだな、健太店長。お前なあ、大体健太店長って名前なんだ、おいなあ。店長でもねえくせによ。は？初め写真のパクリか、おいおい。何が健太店長だ、この野郎。そんな顔色の悪い顔しやがってよ。あ、喉になんか詰まらしたのか、お前。顔緑だぞ、顔緑。情けない、ほんと情けないよ、俺は。10代からそんなことだもん。そうやって女をさ、困らしてはさ、自分勝手に生きてきたわけよ。そりゃ、今彼女いないよ。その時の報いが来てるよ、今。そんないい彼女をさ、信じてやれないでさ、俺の財布買ってくれたのにさ、それを信じてやれないでさ、なんだ浮気相手かと、疑ってかかってさ、ほんとカスだな、俺は。誕生日に。こんな話してる。こと自体がもうカスだけど。本当に。もうみんな俺のことぶっ飛ばしに来いよ。本当に。お前はカスだって。本当懺悔だよ。本当に。この話あんまりね、してなかったんだけどね。情けないっていうか、自分が本当達成っていうかさ、本当にもう嫌になるから。でもせっかくだからね、誕生日にちょっと一個カミングアウトして、ね、昨日までの俺と、さよなら、さよなら、俺の嫌いなところだけ、言え。そんな簡単にさよならできないよ。ね。
てな話ですね。ちょっと情けない話を誕生日にね、20代最後の誕生日にちょっとしておこうかな。ね、20代に情けない話は置いていこうというね、意味で、この話をちょっとしてみました。はい。誕生日です、今日は。29歳の誕生日。あと、30分ばかしでね、その日過ぎてしまいますけども、ね。今日一緒にいてくれたね、本当に、元カノ、ありがとう。本当に、あんまり会ってる時はいなかったけど、本当に一人の誕生日にならなくてよかった。ありがとう。本当に。うん。最近ね、全然友達とかとね、仲いい友達みんな結婚しちゃってさ、子供はできて仕事が忙しくて全然予定合わなくてさ、休みの日は奥さんと一緒にいなきゃみたいな感じで、本当に今ね、友達と予定が合わなくて、本当に寂しい思いをしてます。そんな中でね、構ってくれるのがですね、本当に元カノだけなんでね、本当に感謝してる。元カノって表現ってね、なんか難しいよ。友達っていう風に言うのもなんか正直ちょっとなんか素っ気ないっていう感じもしないでもないし、で元カノっていうとなんかちょっとなんかちょっとやらしいって感じじゃないけど、なんかちょっと含んだ言い方だからちょっとあれもだけど、なんて言えばいいんですかね、こういうのね。親友、親友とはまたちょっと違うのか、ちょっと難しいんですね、この表現はね。ただの友達ではない、だから友達って言いたくないんですよね、その元カノとかそういう深い関係だった人とかね、をただの友達っていうだけのね、表現で表したくないんですよね。自分の中で何かそういうこだわりがあって、かといって元カノっていうのもなんかちょっとあんまりなんかね、元カノっていうのなんかちょっとなんかちょっと引っかかるものがあるんですよね。だから難しい、これなんかいい表現ないですかね。これもしなんかいい表現あったら、コメントにガンガンとか書いてください。元カノを表す表現ですね。はい、うまいオブラートに包んだっていうか、なんかうまい言い方があればぜひコメントに寄せてください。はい、というわけで今日ハッピーバースデー to me です。ね、動画の中で皆さんに、構ってもらえればと思いますね。寂しい男なんでね、ケンタ店長は。はい。もう名前変えるか。ケンタ、幻聴に。ね、幻聴。あー、幻聴が聞こえるなんてね。聞こえねえよ、この野郎。ね、低クオリティのね、ノリツッコミをさせていただきました、誕生日に。はい。ね、ノリツッコミという新しいジャンルにもね、これがどんどん挑戦していきたいと思いますね。うん。あんまりね、面白い予感はしないですけどね。はい。うん。まあ、というわけで今回の動画はこんな感じですね。誕生日なんで、ちょっと寂しいんでね、動画撮りました。ぜひ、これから皆さん、ちょっと最近ね、本当くだらないっていうかね、本当ヨタ話の延長ばっかの話の動画ばっかなんで、だんだんみんなちょっと飽き飽きしてきたかもしれないんですけども、それでも見てくださってる方本当にどうもありがとうございますね。こんな顔色の悪いね、ちょっと健太店長ですけども、これからもぜひちょっとよろしくお願いします。どうか一つ末永くですね、お付き合いいただけたらと思います。はい、まあ、今回はこんな感じで、終わりたいと思います。すいません、どうもごめんなさい、皆さんのお目をお汚しいたしまして申し訳ありませんがね、29歳のケンタ店長もですね、ぜひ、ね、よろしくお願いいたします。はい、ということで今回の動画は終わりたいと思います。シェイシェイ。